北欧北欧史では一般に北欧と呼称されるヨーロッパ北部に位置する地域に関する歴史を象述する。バルト海を中心にして展開する北欧の地に人類が足跡を残したのはヨルディアキでバルト海東岸やデンマーク、ノルウェー北端のフィンマルクなどビュルム表記の終了とともに表現から解放された地域だとされている。彼らは南方の地よりと仲カを追い求めて 移動してきた人々であり、後期旧石器時代の西欧文化の流れを組んでおり、一定地域を巡回しつつ、狩猟生活を送っていた。シェラン島のリングビ文化、ノルウェー西岸のホスナ文化、北岸のコムサ文化などが、その代表例とされる。1985年に世界遺産として登録されたノルウェーのアルタの祝いは、極北美術の代表例として知られている。 アンシルス期になると氷河は、スカンディナビア半島の石領部へと交代していき、各地で様々な文化が花開き、活発化した。主要なものとしては、マグレモーゼ文化、クンダ文化、スオムスエルビ文化などが挙げられる。これらの諸文化では、採石器や原始的な石符が用いられて狩猟が行われていたほか、家イ犬イが使用されるようになったことが特筆される。また、 バルト海で採取される琥珀を用いた垂れ飾りなどのソーシングもこの頃から利用されるようになった。その他、1972年にフィンマルクで発見され、世界遺産に登録されているアルタの祝いが作成され始めたのもこの頃からと言われている。リトリナ期に入ると南方の先進文化の影響を受けつつ、北欧の核文化はさらに発展を遂げる。 気候の温暖化により海面上昇とともに海類の繁殖が見られるようになり、デンマークのエルテベレ文化などでは海塚が形成されるようになった。時期を同じくしてフィンランドなどではロシアから伝播した串目分土器の利用が見られるようになった。ネルケ地方で出土した船型斧はボートアックスカルチャーと呼称されるゆえんとなっている。中東の肥沃な三日月地帯で始まった農耕。 牧畜が伝えられるようになった。紀元前2500年には、エルテベレ文化を基盤としつつもそれまでの狩猟、魚老中心の生活から農耕を中心とした、小規模の集落からなる定住生活が行われるようになり、同時に牛、馬、羊、豚といった家畜の利用が始まった。紀元前2100年になると、イギリスのストーンヘンジに代表される巨石文化が伝播し、 巨石粉を製造して合奏を行うトレヒテルベーケル文化が形成された。この時代に入ると石器類の製造技術にも飛躍的な発達が見られ、厚頭斧やフリントの惰性探検などが登場している。紀元前千年頃より、ユトランド半島中部や西部で炭素粉が見られるようになると、次第に周囲へと広がっていき、炭素粉文化が生まれる。また同じ頃、 バルト海東岸やフィンランド西南部では、船型尾の文化が生まれている。これらの文化での遺物や遺構などから、部族の成立、階級の文化が始まっていたと見られており、インドゲルマン人の侵入も、相まって、北欧の地は、戦乱の時代へと突入していくこととなる。一方、バルト海東岸のリガ湾では、紀元前1500年頃より、南方から侵入してきた民族により、 聖堂の夜勤術がもたらされ、ゲンバルト文化が形成された。彼らは、先住民のフィンウーゴル人を駆逐、吸収してこの地域へ定着を果たした。紀元前500年頃になると、鉄の文化が伝播し、この地の文化水準は大きく向上を果たした。ゲンバルト文化を形成していた民族は、年代の経過とともにコプロイセン人、ラトビア人、リトアニア人という3つの民族に分化していき、 集合離散を繰り返しながら4世紀までに生きたもの、部族国家を形成して土地と権力を争った。紀元5年に入るとイタリア半島で起こりその半島を広げていたローマ帝国がユトランド半島を迂回してバルト海へ姿を見せるようになり文化的な接触が始まった。ローマの古典文化はボヘミア方面の陸路とフリースラント諸島方面のカイを経由して 北欧へ流れ込み、諸族の文化に多大な影響を与えた。同時に多数存在していた部族国家は戦争の過程で九州統合を繰り返し、やがていくつかの王国が形成されるようになる。ユトランド半島では、バンダル、キンブル、ユート、アングル、サクソン、テウトンといった諸族の原生国家が誕生している。ノルウェー方面では、 1> 約一世紀遅れてこうした動きが見られるようになったが、五世紀までに形成された王国は、ルーグ族のローガランド、ハロード族のホルダランド程度で、その他の部族国家は統合の動き離されていなかった。ベオウルフとドラゴンの戦い。スウェーデン、デンマーク、ノルウェーの三国は民族的に深い関わりを持っており、不可分の関係によって歴史を歩んできた。 400年頃から1000年頃までの期間、この地の歴史については彼ら自身の手による文献資料はほとんど残されておらず、バイキングに敵意を持つ西欧人の記した記録、伝承記があるのみとなっている。彼らの残した資料として代表的なものとしては8世紀から9世紀にかけてデーン人から伝えられた英雄女子史をイギリスの修道像の手でまとめられたベオウルフ、 バイキング時代に作られた歌謡、エッタ、それまで口頭で語り継がれてきた神話や伝記を12世紀末にまとめ上げた、佐賀、ノルウェーやアイスランドの君主に仕えた、宮廷詩人によって歌われた三歌である、スカルドなどがあるが、いずれも作品の性質上歴史を目的として記されたものではないため、事実特定が困難であった。このため、11世紀頃までの北欧の歴史はこれらの、 書資料と各地から出土した遺物や周辺地域の歴史書に言及されている状況などから類推、整理して輪郭を得たものであることを前提とする必要がある。スカンディナビア人の航海航路と入植地さて、北欧各地に誕生した原生国家は800年頃までその地の覇権をめぐって激しい争いを繰り返し、強国への併合を繰り返しながら、 国の強化を図っていった。この時代は、ゲルマン所属が西を南欧へ大きく移動し、各地に王国を築いた民族移動時代とも重複しており、彼らの多くは北欧を厳重地としていたため、北欧の地には多くの富と文化が流入し、大きな文化的発展を遂げた。この時代に対する言及としては、ローマの歴史家タキトゥスの水ス王ネスがある。 スイオーネスには、スウェーデン中部のスベア人が建国した初期の王国の成り立ちについて記されており、28の部族国家が、やがて3つの原生国家へと統合していったと、されている。このうちの一つであった、メーラル王国は、メーラル湖を中心として栄えた王国であり、6世紀中頃には、残りの2王国を併合して、スベア所属を統合し、シュルフィング王朝と呼称されるようになった。 シルフィング王朝は650年頃に皇術するデーエン王国によって滅ぼされることとなるが、王ジウーロフはベルムランド地方へ逃れて、インリング王朝として再建させた。その後も、領土を拡張していき、南部のゴート王国を服属した後、860年には首都コープサラへ設置し、後のスウェーデン王国の素型が成立した。リューリク、ラドガに到着するまたスベア人は、 現在のリボニア、ロシア、ウクライナと他の東方地域に移住した。ノルウェーとデンマークの移住者がはじめに西方と北ヨーロッパに移住した。これらの東方からのスカンディナビア人移民はバラング人として知られ、サガによれば8世紀中頃に建設されたラドガコ南方のスタラやラドガがノルマン人によって支配されていた。最古のスラブ人の記録によれば、これらバラング人が キエフルーシを建国し、10世紀末まで移民は奨励された。この東方ヨーロッパの大国は、モンゴル帝国のヨーロッパ侵略に最初に遭遇し、征服された。東方に進出したノルマン人は自らは記録には残さなかったが、上記のスラブ人の記録のほか西欧ギリシャ、イスラームによって、その活動が伝えられている。その一つが、 バラング人を形成するルーシと呼ばれる人々で、8世紀後半から9世紀にかけてのルーシカガ岸の国家軍を形成し、そのルーシの中から流陸が、ノブゴロド公国を建国し、その一族であるオレグなどが、キエフルーシ創設に関わったという。東方へ進出した、ノルマン人の足跡は、ルーン文字によって刻名された石碑によって伝えられた。スキョル王朝の半島を大きく拡大させた。 クヌーズ2世。また、デンマークでは、デン人たちの建国した、デン王国が新調し、シェラン島に存在していた幾多もの国々を征服していた。彼らはその勢力を、ユトランド半島方面へも伸ばしていき、5世紀後半には、現在のデンマークとスコーネの一部を統一するに至り、650年には、スベアのインリング王朝を滅ぼすなど、北欧において、 最も繊維の強い王国となった。復元されたバイキング戦一方、フランク王国の成立によって、陸を使用した南下が困難となっていったことから、北欧の人口は激増し、北欧で土地の獲得が叶わなかった多くの人々は、新しい地を求めて海上へと進出を始めた。これによって、造船術や航海術が著しく発達し、バイキング時代が始まった。彼らは、 単独、混成にかかわらずノルウェー、デンマーク、スウェーデンの各地にする様々な民族によって編成されていたため、西欧の人々は彼らを一様に北方の人々を意味するノルマン人と呼称し、区別をつけなかった。北欧海岸地帯沿岸を拠点とする彼らは冒険、略奪、通称を求めて海を渡っていたが、やがてその目的は領土獲得。 植民へと変化していった。803年、シーグル王の戦死によって、イングランドへと進行先が変わると870年には、イングランド東部地域の獲得に成功し、すベに一世の時代には、イングランドの王を兼ねるまでに至った。クヌーズ二世の時代に入ると、さらに勢力を伸ばし、北海を中心とした広大な北海帝国の樹立に成功した。これによって、 デンマークにはイングランドの文化やキリスト教が流入し、深く浸透していった。しかし、時代ハーデクヌーズの死と共にイングランドは独立を果たし、広大な北海帝国はがかい、スキョル王朝も滅びることとなった。ヨーロッパ人として初めて来たアメリカ大陸に渡ったとされるレーフエリクソン。スウェーデン、デンマークに対してノルウェーは、更新的で9世紀に入っても、 統一国家が存在しておらず、小王国に分かれた状態で争っていた。このような状況が続く中で、西南海岸に位置する豪族たちは戦乱を組織し、海外領土の侵攻を始めるようになった。特に知られているものとしては793年のリンディスファーン投襲劇などがあるが、こうした侵攻は年を減るごとに頻繁に起こるようになった。彼らは、セトランド諸島を拠点に、 スコットランドやアイルランドへ進行を繰り返し、大量の植民を行ったほか、北海を横断して、フランス北部に拠点を築いて内陸へと進行していった。また、865年にはアイスランドへ到達して、この島に対しても植民を開始している。しかし、インリング王朝の再建によって、次第にノール人の国々は併合されていき、 インディング王朝は9世紀中頃までにその勢力を西海岸まで伸ばすことに成功している。残された小王国は連合艦隊を組み抵抗を試みたが、ハーラル一世、美髪王によって撃退され、885年、ノルウェー王国が誕生した。しかし、ハーラル一世、美髪王の後は王位をめぐった内紛が勃発し、デンマークのハーラル一世、アオハ王によって、 領土の大半を奪われるなど、その勢力は縮小していった。オーラブ一世の時代には一度盛り返しを見せたが、すでに一世の時代に完全にその領土はデンマークの支配下に置かれることとなった。一方で、ノール人による海外進出は、こうした国情にもかかわらず盛んに行われ、900年頃にはグリーンランドが発見され、1000年頃には、 グリーンランドに最初に入植したとされる赤毛のエイリークの息子、レーフ・エリクソンによって、北アメリカ大陸が発見されている。バイユーのタペストリーからハロルド2世の島田、スペイン南部を侵攻した、ノール人たちは、西フランク王国に侵攻、指導者のロロは、シャルル3世と和睦し、キリスト教に改修、ノルマンディを与えられ、911年に、ノルマンディ公国を建国した。 彼の子孫にあたる業務2世は、イングランド王、エドワード・ザンゲ王没後、王位継承を主張し、1066年にイングランドを攻撃、ヘースティングスの戦いで、ハロルド2世を破り、現在のイギリス王室の階層となるノルマン朝を、創始した。加えて、ノルマンディ半島のバイキングは、地中海に南下、ロベール・ギスカールは11世紀半ばには、南イタリアを支配し、 その弟ルッチェーロ1世は1071年にシチリア島を占領。ルッチェーロ1世の息子ルッチェーロ2世は対立教皇アナクレトゥス2世からシチリア王を認められた。ニューファンドランドのバイキングの存在の証拠はバイキングの遺品と移住の痕跡の発見によって証明された。考古学者の合同チームはルーン文字の遺物を発掘した後、1960年にはランスをめどで バイキングの存落を発見した。バイキングによるグリーンランドへの航海の緩やかな成功は島々の人口の当初の核を形成したが移民は低調なままであった。バイキングは後にビンランドもグリーンランドも放棄し、イヌイットと他のカナダ本土の固有の人々が居住するようになった。バイキングたちはこれらの植民を彼ら自身のホームランドの派生だと考えていたが、 植民先が異世界であるという認識は、移住先の先住民との相互の影響の後に生じた。ノルウェーのキリスト教家に際し、オーラブ一世は、異教の男性祭司たちを縛り上げ、干潮時の岩礁に置き去りにした。彼らは看板かつ確実に歴史させられた。バイキングの信仰は、多神教で、信仰する神々は、雷神ール、チボシンネルトゥス、平和神フレイなど、 北欧神話と深く結びついていた。戦いに重きを置き、戦死者の魂は、神話の館、バルハラに迎えられる栄誉に欲するものと信じられていた。スカンディナビアのキリスト教家は、ヨーロッパ主要部よりも遅れた。北方の首都と呼ばれ、後に、ブレーメンの大主教となるアンスガルは、829年に、デンマークへやってきたがここでの伝道は失敗しており、スウェーデンのチビルカにて、 ようやく歓迎を受けた。アンスガルはその後も850年代に再訪し、デンマーク、スウェーデンにて教えを説いたが、西欧諸国に在住している間に洗礼を受けた。北欧人たちが多数帰還するにつれて徐々に浸透していった。デンマークでは、ハーラル一世、アオハオンが980年頃に、キリスト教を国教とした。しかし、スウェーデンでは、異教徒の抵抗にあい、 撤退した。ノルウェーにおけるキリスト教家は、方根一世の治世に始まった。オーラブ一世やオーラブ二世に代表されるように、ノルウェーでは支配者が国外へ遠征した際に帰依し、即位した後に率先して、不況に努めるといった傾向が強かった。オーラブ二世は、イングランドの宣教師を自国に招きキリスト教の普及に尽力した。 ノルウェーの異教からキリスト教への移行はほとんどイングランドの宣教師によってなされたものだった。王の先例とそれに続く国によるキリスト教家の政策により伝統的なシャーマニズムは時代に取り残され迫害の対象になった。スカンディナビア古来の伝統に則っ,った祭りごとを取り行う祭司たちは11世紀から12世紀に交流した。 新たなキリスト教を信奉する遺跡者たちによって処刑されるか追放される決めにあった。アイスランドは千年にノルウェーからの圧力でキリスト教を消した。施設の破壊を伴う強硬な布教は住民たちに尻避けられたが、穏健な形での布教は受け入れられ、島内にキリスト教徒と異教徒の派閥が発生したため、王をいただかず合議制によって独立を維持するアイスランドの 共同体としての国家運営に宗教問題は支障をきたす恐れがあった。そこで5時の一人量産バトンのソルゲール・ソルケルス村に判断が委ねられた。彼自身は異教徒であったがキリスト教徒との付き合いも多く中立的な見解を示されると期待されたからである。そしてソルケルス村は全島民は回収すべきであるという決断を下した。 しかし古き信仰にまつわる慣習については目に触れない範囲であれば言っても良い胸も取り決めの中に含まれていた。スウェーデンのキリスト教家にはさらなる時間を要した。1008年頃スウェーデン王、オーロフ・シェート・コヌングが宣令を受けたのが始まりだが、12世紀まで歴代の王がガムラウプサラでの大義制裁の司祭を務めるなど、古来の慣習に則っ,った。 宗教行事は11世紀の終わり頃まで地方の共同体で普通に行われ続けていた。1066年、短い期間で収束した内戦により、初めて国内における古来の宗教を取り行う勢力とキリスト教を支持する勢力の対立が浮き彫りになった。12世紀中頃にキリスト教勢力は大勝利を収め、1164年、 異教の中心地が村ウプサラに後にウプサラ大師教座に発展する教会を建設した。スカンディナビアのキリスト教家はバイキングの時代の終わりとほぼ同時であった。キリスト教の適応はバイキングの共同体をヨーロッパ大陸の一層大きな宗教的、文化的枠組みへと吸収する助けとなった。十一世紀中旬、ノルウェーではオーラブ二世の義弟ハーラル三世が デンマークでは、スベン2世が、それぞれ新王朝を起こし、イングランドの制圧を試みたが失敗に終わり、北欧におけるイングランド侵攻は収束することとなった。1060年には、スキョル王朝が滅び、同年ステンキルによって、新しい王朝が開かれた。こうした各国の楽、落、及び王位をめぐるスミスイは国内に、大きな混乱をもたらし、内乱の時代と呼ばれるようになった。 また、ハンザ同盟や神聖ローマ帝国など外部との深い関わり合いを持つようになったこともあって、北欧各国は社会、経済、政治が新しく生まれ変わっていく過程で大きな転換期を迎えることとなった。今日のストックホルムの石を築いたことでも知られるビルイエルの登場はスウェーデン新潮の大きな契機となった。ノルウェーでは貴族たちは様々な党派に分かれて、 それぞれが王族を要して構想を続けたことにより次第にその力を失い、没落していった。貴族たちの給料は国軍として創設された騎士たちに充てられるようになり、宝庫に四世の時代には騎士貴族が台頭するようになった。他方で諸外国との侵攻も密に行われるようになり、中でも王女インゲーボルグが、 スウェーデンの王子エーリックとの間に設けたマグノス7世は、スウェーデン、ノルウェー両国の王に衰退され、両王国連合の端緒を作った。共闘して、デンマークの国力拡充に努めたバルデマール1世と大司教アブサロン。スウェーデンでは、ステンキル王朝が1122年に滅んだ後は、スベルチェルが王位につくも1130年に暗殺、エーリック9世が王位についた。 一世紀にわたるスベルチェル家とエーリック家による生産な、王位継承争いが続く中で、ホルクング家が勢力を伸ばし、最小であった、ビルイエルは、エーリック11世の妹との間に設けた、バルデマールに王位を継がせて1266年、ホルクング王朝を起こした。摂政となった、ビルイエルは、地方法を廃して、国法を定めて、貴族の勢力を抑える傍ら、 ハンザ同盟と友好関係を結び、王朝の基盤を固めていき、マグヌスの時代に入ると、ホルクング王朝の勢力はより強大なものとなった。マグヌスは、元老院を設けて、貴族や司教を政治に関与させるとともに、職業軍人制を敷いて騎からなる国軍の編成を行って、軍事国家としての体制を整えた。しかし、 その後は再び王位継承権をめぐった争いが勃発し、ノルウェー王であったマグノス七世を迎え入れた貴族たちによって、ビル・エルはデンマークへと放築されることとなった。デンマークでは1076年にスベン二世が逝去するとその王位をめぐってナイフンが勃発し、加えてドイツ諸公やベンゲ族、バルト海の海賊たちの襲来によって国力が大きく疲弊することとなった。 1103年に大使教座がルンドに設置されると、教会の政治力が増大し、国内の紛れはさらに激化した。バルデマール一世とアブサロンの登場により一時王族と、教会が手を組み、国政を盛り返した期間もあったが、後は続かず、1340年のバルデマール四世即位に至るまで内紛は続き、無政府、無秩序状態となって、国家として、 解体寸前に陥るほどの追い詰められた状態にまでなっていた。また、12世紀中旬、ドイツの商人たちは、リューベックを拠点に北進をはじめ、スウェーデンのゴットランド島の商人たちを圧倒するようになる。12世紀末に島内にビスビューという都市を建設し、ここからさらに、ロシア貿易、ノルウェー貿易を開始した。13世紀末になると、 ドイツの商人たちが立ち上げた都市が互いに同盟を結ぶに至り、いわゆるハンザ同盟が結成されると、北欧に大きな影響を及ぼすようになる。北欧諸国はハンザ同盟勢力に対抗するため、法による規制をかけようとしたが、逆に、経済封鎖による報復の受き目に遭い、これに屈服してしまうこととなった。ハンザ同盟は、北欧の経済を牛耳るとともに、 様々な特権を獲得していった。こうした動向はドイツから多数の移住者を生み出すに至り、北欧諸国に様々なドイツ文化が流入する要因となった。700年頃のフィンランドは、フィン人同士による争いの絶えない地であった。原生国家は大きく散分され、南西部をスオマライセット、北東部をハマライセット、最北をカリアライセットがそれぞれ支配していた。 10世紀頃になると、国際的な諸勢力との接触が認められるようになり、スウェーデンやロシアなどがこの地と住民の獲得に乗り出してくるようになった。1152年には、スウェーデンのエーリック救世による侵略が開始され、スオマライセットとの戦争が始まる。スウェーデン軍は、破竹の勢いでフィンランドの地を制圧し、俗量化に成功した。13世紀に入ると東方から、 ノブゴロド公国のフィンランド侵略が開始され、フィンランドスウェーデン連合軍と衝突した。ノブゴロド軍は、ネバ川にて連合軍を打ち破り、有利に戦いを進めたが、背後からモンゴル帝国による侵入があったため、戦争は、硬着状態に陥り1323年には連合軍と和議を行い、カレリアの地をロシアとスウェーデンで二分することとなった。以降、 フィンランドの地は、スウェーデンの一州となり、歴史の歩みを共にすることとなる。1397年、マルグレーテ一世は、北欧三国をまとめ上げ、カルマル同盟を結び、デンマークを中心とする国家連合を成立させた。破綻寸前の国の王として即位した、バルデマール四世は、あらゆる手段を用いて、諸外国に渡った国土を取り戻し、 デンマークの復興に心血を注いだ。1360年には、スウェーデンの混乱に乗じて、スコーネを占領し、翌年には、ゴットランドのビスビューを下した。1365年に、フォルクング王朝を打ち倒した、バルデマール4世はその勢いのままノルウェーの宝根6世と共闘して、スウェーデンに圧迫を加えたが、スウェーデンは、デンマークの強大化を恐れる。 ハンザ同盟や諸公と提携して、これに対抗した。1370年、戦争は、スウェーデン側の勝利となり、ハンザ同盟の大幅な特権を認める、ストーラスンド条約の締結をもって終結した。しかし、増大するドイツ勢力たちに反感を持った民衆が、放棄し、デンマークへと支援を求めてきた。バルデマール4世の娘であり、デンマーク、 ノルウェーの実権を握っていたセッションマルグレーテ・一世は、これを受け入れ、ハンザ同盟の区物となっていたスウェーデン王、アルブレクトと対峙した。1389年、スウェーデンを破った、マルグレーテ・一世は、妹の孫にあたる、ポメラニア公国のエーリックを、デンマーク、ノルウェーの両国王に押し、1397年、エーリックが両国王へ即位した。翌年には、 国内の貴族たちをカルマルへ集め、三国が一人の君主をよくことを取り決め、カルマル同盟を成立させた。これにより、北欧三国は欧州最大の王国となった。カルマル連合はデンマークを主体に運営を行っていたが、スウェーデン系視の体制をしくエーリックに不満を抱いた。スウェーデンが1434年に反乱を起こすと、1436年には、 ノルウェーにおいても反乱が勃発した。クリストファ3世が即位する頃には国家連合は名ばかりのものとなり、1448年にクリスティアンが即位するとスウェーデンは摂政としてカール八世を擁立して政治運営を行うようになり、実質的に連合を脱した。1520年、デンマークのクリスティアン2世は王権強化を目指してスウェーデンを攻撃し、 スウェーデンの独立党派を残殺する。これが発端となって1521年、グスターブ・バーサを指導者とした大規模な反乱が発生した。クリスティアン2世は戦費を捻出するため、貴族諸侯に対して重税を課したが、これを不服としたユトランドの貴族たちも放棄したため、クリスティアン2世は国外へと逃亡した。1523年には、デンマーク、ノルウェーの王として、 フレデリック一世が即位したが、スウェーデンは完全に独立し、反乱軍を主導したグスターブバーサをグスタフ一世として即位させた。スウェーデンの独立を勝ち取ったグスタフ一世のストックホルム入場。1517年、ドイツのマルティンルターが95箇条の論題を発表したこともあり、グスタフ一世が即位した1523年当時、周辺諸国では、 宗教改革の機運が高まっていた。グスタフ一世はこれに乗じて、寺院や修道院から領地を没収せしめ、内政の刷新と財政基盤の強化に取り組んだ。また、国内の治安を了化するため、騎士の雇い入れ、海軍の増強とともに主眼性の不評体を創設して、大規模な国軍を編成した。 並行して諸外国から工業、農業などの技術者を多数招聘して国内へ普及させ、ハンザ同盟に対抗するためオランダの商人に通商上の特権を与えるなど経済、産業の発展にも力を注いだ。また、外交面ではグスタフ一世はデンマークの多い継承戦争である白尺戦争に介入し、ハンザ同盟の勢力削減に成功した。 白爵戦争後のデンマークでは、クリスチャン三世が権力を掌握、ノルウェーは一地方に転落し、宗教改革が行われた。グスタフ一世、クリスチャン三世の時期には、スウェーデン、デンマーク間では、平和が訪れたが、クリスチャン三世が1559年に、グスタフ一世が1560年に亡くなると、両国は、北海、バルト海の覇権をめぐり、 宿敵の関係となっていった。国内体制の整備が進むにつれてスウェーデンは、領土的野心を抱くようになり、時代のエーリック14世は1561年、エストニアに兵を派遣して、その領有に成功する。1563年にはデンマークに宣戦線し、北方7年戦争が開戦した。この戦争は1570年のヨハン三世の時代に終結し、 デンマークとの間で、シュテッティンの和訳が締結された。ヨハン三世の衰退によって、ポーランド・リトアニア共和国の国王についていた、ジグムンと三世が、スウェーデン国王に即位すると元老院との間に、亀裂が生じ、1599年に退位させられる。1604年にはこの動きを主導したカール九世が、即位したことにより、スウェーデン・ポーランド戦争へと発展していった。 北方の死として、名を馳せた、グスタフ二世やドルフは1632年のリュッゼンの戦いにおいて、戦死を遂げる。1611年、カール九世の死後、その息子である、グスタフ二世やドルフが即位する。グスタフ二世やドルフは、先代が始めた、ロシアやデンマークとの戦争を巧みに終結させると、その戦力をポーランドに集中させ、1629年には、 スウェーデンに有利な条件での講和条約を締結することに成功する。他方、スウェーデンとの戦争が終結したデンマークのクリスティアン4世は、新教派の名手という名目のもと、1625年に30年戦争へと参戦する。夕日の野心に燃えていたクリスティアン4世であったが、ティリー・ハクとの戦いに敗れ、1629年には、リューベックの和議によって、 ドイツへの不介入を約束することとなった。ポーランドとの問題が解決し、デンマークと入れ替わるように30年戦争へ介入を、始めたスウェーデンは1630年にポメラニアに上陸し、シチェチンの占領に成功する。ティリー博が起こしたマクデブルクの惨劇を受けて奮起したスウェーデン軍は、連戦連勝を重ね、1632年のレヒ川の戦いに徹意に、 ティリーハクを打ち倒した。同年の流ンの戦いにおいて、グスタフ2世やドルフが戦死するもスウェーデン軍は、快進撃を続け、帝都ウィーンに迫る形勢を示した。これを見て、北欧の派遣がスウェーデンに移ることを危惧したクリスティアン4世は、様々な手段を用いてスウェーデン遠征軍の妨害を試みた。こうした行為に奮撃したスウェーデンは1643年、 デンマークに対して戦線し、ユトランド及びスコーネへ進軍した。1645年、ブレムセブルー条約の締結に至ったこの戦争は、サーレバージマー島、イエムトランド、ヘリエダーレン、ゴットランドをスウェーデンに割上する結果となっている。スウェーデンはさらに1648年のベストファーレン条約によって、ブレーメン境界領や西ポメラニアなどを獲得し、 名実ともに祝願であったバルト帝国を築き上げ、欧州列強に名乗りを上げることとなった。北欧の派遣をかけた大北方戦争。上記はロシアとスウェーデンによるナルバの戦い。1654年、スウェーデンの王位についたカール10世は、ポーランドとの因縁の解消を目的として、北方戦争を開始した。これを目にしたデンマークのフレデリク3世は、 湿地奪還の絶好の機会とみなし、1657年スウェーデンに対して戦線しブランデンブルク戦抵抗をフリードリヒと共にカールグスタフ戦争を開始した。しかし、カール十世はポーランドから転身してユトランドへ攻め入り、翌年にはシェラン島に上陸、ロスキレの和議を締結したことにより、スウェーデンはスコーネ、トロンハイム、ブレイキンゲなどの地域を獲得した。 しかし、オランダやブランデンブルクがデンマークに助成したため、選挙区は滞り、1660年の時給戦の最中にカール10世は病没した。カール10世の死を受け、フランスやイングランドなどが仲介に入ったことで、スウェーデンはオリバ条約とカディス条約で各国渡航はカールグスタフ戦争を含む北方戦争は終結を見た。相次ぐ戦争により、 スウェーデンの財政は逼迫し、膨れ上がる戦費をまかなうためにスウェーデンは貴族に国土の売却を行っていた。こうした問題を解決するため、1672年に申請を始めたカール11世は、先の戦争における貴族たちの失勢を厳しく追求し、土地貴族の勢力の減災に動いた。1680年、百八十二年、百八十六年と、 たびたびと地改革法を制定し、多大な所領の回復に成功すると王権はますます強大になった。北方戦争後のスウェーデンは国力が低下し、スコーネ戦争などで苦戦を強いられたが、フランスの女性と外交面での改善もあって、戦後、財政と軍事の復興に成功し、国力の回復とともに、バルト海の権益も元に服すこととなった。一方、 デンマークはクリスティアン4世の即位以来弱体化の一途をたどり、国威は大いに失墜した。しかし内政面から見ると貴族に圧迫を加え、産業の振興に尽力したクリスティアン4世の人気は高く、同様の政策を取ったフレデリック3世も市民の支持を得た。これを背景として国会で市民出身議員及び聖職者出身議員と提携して、 王権強化を画策し、1660年には国王の絶対主権を提上するに至った。これにより、選挙王政は撤廃され、デンマークの絶対王政が確立した。フレデリク3世は国内体制の刷新を図り、国力の充実に尽力し、続くクリスチャン5世もこの方針を引き継いだ。クリスチャン5世はスウェーデンへの報復を行い、 スコーネ戦争で優位に立ちながら勝利することができず、その後のデンマークは平和を維持した。次に即位したフレデリック4世はスウェーデンからの派遣奪還を目指し、1699年、ロシアのピョートル1世、ポーランドのアウグスト2世と共に反スウェーデン同盟を結ぶに至った。1700年、フレデリック4世はスウェーデンのカール12世に対して宣戦線し、 ピョートル1世率いるロシア軍はイングリアに攻め入り、アウグスト2世率いるザクセン軍はリボニアに攻め入り、大北方戦争が開戦した。カール12世は1700年にデンマークを下し、1706年にポーランドとアルトランシテット条約を締結し、ポーランドを従属国にするなど奮戦したが1709年のロシア遠征で敗戦を喫すると戦況は徐々に傾いていき、 1714年にはロシアによってバルト海の政海権を奪取されるに至った。これに乗じるようにプロイセン王国、ハノーバーサ、ポーランド王国などが相次いでスウェーデンに戦線し、デンマークも戦線復帰するなどスウェーデンは四面楚歌に陥ってしまう。スウェーデンはデンマークを撃退し、ノルウェーに侵攻して都市を占領するなどして奮闘を見せたが1718年、 カール12世が戦死すると国内には反戦勢力の怖い炉が強まり、時代女王エレオノーラは各国との戦争終結に向けて行動を起こした。1719年から1720年にかけてのストックホルム条約及び1721年のロシアとの間にニスタット条約が締結されたことをもって大北方戦争は終結を見た。 スウェーデンが保持していたバルト海東岸の権益は、そのほとんどが消滅、またその貿易もグレートブリテン王国やロシア帝国の手に移ったことで一時代を築き上げたバルト帝国は完全に崩壊した。デンマークも覇権奪回を目指したが、欧州の列強となったロシアによって、北欧の覇権を打ち立てられることとなった。しかし、勢力均衡が重視された結果、デンマークノルウェー、 スウェーデン・フィンランドは維持された。デンマークはロシアなど列強国との関係を深め、スウェーデンを牽制し、平穏な18世紀を迎えている。一方、スウェーデンはフランスなど西欧との関係を深め、自由の時代が開始された。大北方戦争後の北欧は、新たな時代へと移ったが、ヨーロッパの勢力図は再編された。この結果、北欧は、 欧州列強の影響下に置かれることとなった。スウェーデンとデンマーク両国は17世紀から20世紀にかけてスカンディナビア半島以外に多くの植民地を持っていた。デンマークは北、大西洋にグリーンランドとアイスランドを持っていた。デンマークは西インド諸島のセントトーマス島を1671年、セントジョン島を1718年でに入れ、 さらに千と黒い島をフランスから1733年に購入した。デンマークはさらにインドのトランケバールも植民地とした。スウェーデンもまたスウェーデン東インド会社を設立した。デンマーク、スウェーデンそれぞれの東インド会社はイギリス東インド会社より多くの茶を輸入した。そしてそれらの90%がイギリスへ密輸され大きな負を得た。 両党インド会社はナポレオン戦争の際に解散した。スウェーデンはアフリカや北アメリカ大陸にも短い間の植民地を得て、によって1784年から1878年の間、サンバルテルミ島そしてカリブ海のグアドループ島を植民地としていた。グスタフ時代を築き上げたスウェーデンのグスタフ3世。同時にヨーロッパでは 啓蒙思想や自由主義が叫ばれる時代へと突入していき、北欧でも絶対王政に対する批判と君主制と民主制を調和させた新しい政体が求められるようになっていった。スウェーデンでは1719年に新憲法が制定されると国会が国家の最高機関と位置づけられるようになり、王権は著しく制限された。 国会が実権を持つようになると代表者たちは党派を形成するようになり、新英路政策を取るナット・メッサ党と、新仏政策を取るハット党が誕生した。しかし、アドルフ・フレドリク王の末年に入ると二党の清争は、ますます激化し、国民からは政権争奪を中心に添えた政治のあり方に疑義が持たれるようになった。こうした世論を受けて、グスタフ三世は即位した。 翌年の1772年に元老院と国会に部位を示して新憲法を承認させ、再び絶対王政を指揮政党の活動と国会を抑圧した。1788年、グスタフ3世はロシアがタイトル古戦に暴殺されている感激を塗っての遠征を企てる。これを見たデンマークが再びスウェーデンに宣戦線してスコーネに進軍を始めたが、 グスタフ3世は1789年に、これを撃退、その勢いのまま、フィンランド湾の海戦にて、ロシア艦隊を撃破し、スウェーデンの誠意を示すとともに、さらなる王権の強化に成功することとなった。第二次ロシアスウェーデン戦争によってフィンランド及び、オーランド諸島はロシアに割上されることとなった。しかし1792年、 グスタフ3世の姿勢に異論を持つ貴族に暗殺され、グスタフ4世が大いに就くと、国際情勢は一変し、1809年の第二次、ロシア・スウェーデン戦争において、ロシアによってフィンランド全地域を占領されるに至った。同年、スウェーデンの無力に絶望したフィンランドは、ロシア皇帝をフィンランド大公にいただくことを国会で決議し、ロシアへの服属を誓った。グスタフ四世は、 この敗戦の責任を問われて敗因されると、カール13世がその王位についた。カール13世はフィンランドにおける、ロシアの軍事力排除は困難と判断し、ロシアとフレデリクス・ハムンの和訳を締結してフィンランド、および、オーランド諸島をロシアへ活上した。啓蒙思想が広がる中で、絶対王権の国家体制を取り戻そうとした、スウェーデンの、この時代を、グスタフ時代と呼称する。 数々の改革を断行したストルーエンセは、クーデターにより、死罪となった。しかしその多くの改革は、彼の死後に実現に至ることとなった。一方でデンマークは1720年にスウェーデンと、講和条約を締結するとフレデリック5世は、株やスポーツを奨励して、文化的発展を促しただけでなく、通称に留意して、輸入制限を設けることで、 国内産業の振興に努めるなど、再び平和政策に転じるようになった。クリスチャン7世が、大いに就くと、1770年、河野キャロライン・マティルダによって見出された、ドイツ人のヨハン・フリードリ・ヒストル・ウエンセが最初に、認じられ、ルソーの啓蒙思想に習った多くの改革が、断行された。しかし、デンマーク語を返さない。 ドイツ人最小によって諸突的に実施された諸改革は周囲に猛烈な反抗を引き起こし、1772年には、進学者グルベアを中心とした反改革派によるクーデターが勃発した。グルベアは同年に最小に就任すると、ストルーエンセの諸改革を抹殺し、保守的な政策を14年継続した。1784年、フレデリック6世が、 大いに着くと啓蒙主義的な貴族の支援のもとに、濃度性の廃止などの一大改革が断行され、デンマークは近代国家への道を歩み始めた。また、1661年以降、同訓連合国という名のもとに、実質的なデンマークの霊属国としてその歴史を歩んできたノルウェーでは、ストルーエンセによって啓蒙思想が持ち込まれたことをきっかけに、独立の機運が高まった。 1784年にフレデリック6世により改革申請が敷かれると市民勢力を中核とする独立運動がますます増大し、ブルンの独立歌が街中の至るところで歌われるような状況になった。しかしながら武装中立同盟によってイギリスとの対立が深刻化し始めていたデンマークの煽りを受けてノルウェーの商戦がたびたび打破され、 貿易停止と海岸の封鎖によって食糧難に陥ってしまう。1814年、スウェーデンとデンマークの間で、キール条約が締結されると、ノルウェーの主権はスウェーデンへと移った。ノルウェーは、この併合を承認せず、クリスチャン・フレデリクを王に立てて、独立を標榜した。これを受けて、スウェーデンのカール・ヨハンはノルウェーへ侵攻し、1814年に部位を示して、 ノルウェー国会にスウェーデンとの同訓連合を承認せしめ、ノルウェーの独立運動は虚しい結果に終わることとなった。ファーストバトル・オブ・コペンハーゲン、1801、スカンディナビアはナポレオン戦争中に分割された。スウェーデンはナポレオン・ボナパルトに対抗するために1805年、第三次大仏大同盟に参加したが、この同盟からはロシアが離れてロシアはスウェーデンから、 フィンランドを奪った。この時に子がなかったカール十三世は、フランスのベルナドット元帥を次の多い継承者とすることを同時に決めた。ベルナドットは、ナポレオンの初期からの将軍の一人だったが1813年から1814年にかけてフランスと戦うことを決断した。この時、スウェーデンのメルネル男爵はこの若い将軍を王大使とすることを提案した。 デンマークの港がイギリス海軍に封鎖されるとデンマークのルウェイは紛争に巻き込まれた。イギリス海軍はコペンハーゲンの海戦でデンマーク艦隊に攻撃を仕掛け、さらに1807年には市街地に艦砲射撃を加えた。1801年、デンマーク艦隊は大きな損害を受けたが再建され1807年には再度捕獲。 または撃沈された。生き残ったデンマーク艦隊とイギリス海軍の間には続く数年間に、バトルオブシェランポイント、バトルオブリンガー、バトルオブアンホルトが起き、イギリス海軍の封鎖突破を試みて、願望と王が起きた。戦後、デンマークはヘルゴランド島をイギリスに、ノルウェーをスウェーデンに割上した。1808年2月から1809年9月まで、スウェーデンと、 ロシア帝国がフィンランドを舞台に戦争した。この戦争の結果、スウェーデン領の東部地域を形成していたフィンランドは、ロシア帝国内の同君連合として、自治権を持つフィンランド対抗国になった。フィンランドは1917年まで、ロシア帝国の一部であり、その後独立した。また、スウェーデン議会が新憲法と新王室の議案を採択し、ベルナドって朝が誕生した。 1814年1月14日、キール条約でノルウェーはデンマークからスウェーデンに割上された。ノルウェー人は自ら運命を決定しようと、エーツボルにおいて憲法制定議会を開催し、5月17日にノルウェー憲法を制定した。この議会において、ノルウェー復王であったデンマークの王子クリスチャン・フレデリクが国王に選出された。 スウェーデン王及び列強は、ノルウェー独立の正当性を否定し、7月27日に軍事行動を開始して、バーラー諸島とフレデリクスタードを攻撃した。スウェーデン軍は、兵力、装備、訓練のいずれにおいても勝り、また、ナポレオン騎下の将軍で、新たに、スウェーデン王大使に選出されていた、ジャンバティスト・ベルナドットに率いられていた。短い戦闘の後、 スウェーデン軍が決定的な勝利を収め8月14日にモス条約が締結され決着した和平条約においてクリスチャン・フレデリクはスウェーデンがノルウェーの民主的憲法と緩やかな同軍連合を受け入れるならば自らはノルウェー王位の主張を放棄しデンマークへ帰国することに同意したノルウェー憲法は有効とされ軍事と外交が 両国の共同で行われることとなった。これは、ノルウェー側にとっては好条件であったが、ヨーロッパはまだ、ナポレオン戦争が決しておらず、スウェーデン側にとって情勢は、まだ不安定であったことも原因であり、決着を最優先としていたためであった。1814年から翌1815年の、ナポレオン戦争の講和会議であるウィーン会議では、 北欧での結果がそのまま反映されその後のウィーン体制として帰結した。フィンランド対抗国はロシアとノルウェーはスウェーデンとの同訓連合として承認されたが、スウェーデン領ポメラニアはプロイセンに割譲された。デンマークは代償としてザクセンラウエンブルクが与えられたほか、アイスランド、グリーンランドなどの植民地はデンマーク領として残された。 シュレースビヒホルシュタイン問題を発端に勃発したデンマーク戦争。上記は反乱を打ち圧し、コッペンハーゲンに帰還したデンマーク軍。デンマークの啓蒙思想的改革を遂行したフレデリック6世はナポレオン戦争の後、著しく減衰した国力の回復に注力したが、最高は容易ではなかった。通商政策に阻まれて主力であった穀物を中心とした 輸出産業がままならなくなり、商工業の疲弊と不信を招いた。しかし、1830年代に入り、西欧諸国の産業革命が進行するに従って、穀物価格の高騰が発生し、デンマークの経済も回復の兆しを見せるようになった。生活が豊かになるにつれて、勢力を伸長させていった国民たちは団結意識に目覚めるようになり、 1842年には国民自由党を、1846年には農民党を結成するに至った。国民主義、自由主義の機運が高まっていく時代の流れを、明察したクリスチャン・ハッセイは自由憲法の制定の必要性を感じ取っていたが、同時に湧き上がった、シュレースビヒホルシュタイン問題の解決に力を割かれたため、彼の在位中に実現には至らなかった。 1848年にフレデリク・ナナセイが即位するとシュレース・ビヒがデンマーク領であることが宣言された。ホルシュタイン公国はこの宣言に対して反乱を起こし、キールに臨時政府を設けて独立を宣言した。デンマークが反乱の鎮圧に動くと臨時政府はドイツ連邦に助けを求めたため、これを契機にデンマークとプロイセン王国との間で、 デンマーク戦争が勃発した。戦況はプロイセン位で進んでいたが、ロシアやイギリスの介入により、膠着状態に陥り、1852年にロンドン議定書が取り交わされ、一応の決着を見た。しかし、クリスチャン九世が即位すると特別憲法を制定して、シュレースビヒ、ホルシュタイン両国の併合を画策したため、再び反乱が勃発し、 これを支援するプロイセン、オーストリアとの間で第二次デンマーク戦争に発展した。プロイセンの夫フォンビスマルクの外交政策によりデンマークは孤立化し1864年両国に関する一切の権利を破棄するウィーン条約が締結され一連の問題の終結を見た。デンマーク経済を復興させたエンリコ・ダルガス・シレース・ビヒ、ホルシュタインを失ったデンマークは 外に失いし者を内にて取り戻さんの言葉に象徴されるように未開のユトランド半島北部の開拓に乗り出した。軍人のエンディコ・ダルガスは1866年デンマーク・ヒース協会を設立し、ヒースに覆われたユトランド半島北部に植林を行い、よくやにし、経済復興を促した。また、教育制度の進展、農民のための貯蓄銀行の設立などは、 デンマークの経済発展を促した。1870年代には、アメリカ合衆国の安価な穀物に負け危機になった、ものの、イギリスの落農製品の需要の高まりに応じ、穀物から落農への産業構造の転換を行い、国民所得は増加し、1890年代の第二次産業革命につながるのであった。ノルウェーの民主化を推し進めた、 自由党の初代党首ヨハン・スウェールップ。スウェーデンでは1809年のカール13世の即位とともに立憲君主制を規定した新憲法が制定され民主化が大きく前進したが戦争の爪痕は深く厳しい状況にあった。1818 18年に即位したカール14世はこうした国内経済の立て直しと緊張していた。 国際関係の円滑化に尽力し、1830年代に入る頃には、景気が徐々に公共を示すようになった。オスカル1世もカール14世の方針を引き継いだ、知性を行い、ギルドの廃止、自由貿易の認可、民間銀行法の設立など、全近代的で産業の発達を抑制する区引きとなっていた、障害の排除に乗り出し、民主化を一層推し進めた。 ハンスカンディナビア主義19世紀、ベルナドッテ朝時代は、国内では、武装中立を表明し、欧州の情勢に対しては、中立化が試みられたが、オスカル1世や、時代カール15世の治世下ではデンマークにおける、シュレースビヒホルシュタイン問題やクリミア戦争など、北欧の平和は危機を迎えていた。スウェーデンは、デンマークとの結びつきを深め、ハンスカンディナビア主義の牽引者となって、 欧州列強に対抗した。ハンスカンディナビア主義は、ドイツ統一運動と衝突し、スウェーデンを中心とした北欧統一運動が盛んとなり、中世カルマル同盟の再興を目指したが、ハンスカンディナビア主義の挫折とともに終焉した。キール条約によって、スウェーデンとの同訓連合を結成したノルウェーでは、マグヌス・ファルセンによって、エイズボル憲法が制定され、国会に、 政治の中心を置き、立憲君主制が規定され、国民の基本的人権の確認がなされた。これによって、ノルウェーでは、スウェーデン王を統治者にいただきながらも、国会と内閣による自治が可能となり、民主化が大きく進んだ。フランスで起こった7月革命の影響によって、国民が強い政治意識を持つようになると、1869年には、農民や市民を代表する、 革新派と呼ばれる議員たちによって自由党が結成された。この結果、保守派の勢力は彗星に向かい、1884年、自由党を立ち上げたヨハン・スウェルップが初めて首相に任じられ、政党政治が発足した。政治の発展に伴い産業経済も急速に進展し、特にイギリスを手本として開始された宝石、マッチ、醸造といった、 初産業は大きく伸長した。同時に、漁業や海運業も1870年代に入る頃には、商船保有量がイギリスに次ぐ規模となるほどの、著しい発展を見せた。ここに来て、スウェーデンの主導権を廃する動きが再燃し、独立運動へとつながっていくこととなった。スウェーデン、ノルウェー同訓連合最後の国王,王となった、オスカル2世、19世紀後半に入ると、 北欧諸国で政党の発達が見られるようになった。1866年に国会を開訴したスウェーデンでは、会員の大半を制する小農出身の議員たちによって農民党が結成され、自らの階級利害のための活動を始めたのを、皮切りに20世紀に入ってからは自由党や社会民主党などが相次いで結成された。こうした背景には、オスカル2世の取った 産業保護政策があった。鉄鋼業が大いに発展し、活発な産業、貿易を背景に豊かで平和な国家として繁栄を築いていった。1870年に入ると、デンマークの農民党は、都市部の少子民層を吸収して自由党となり、国民自由党に対して、自らをベンスタと呼称するようになった。また、1876年に入ると、 労働組合を支持母体とした社会民主党が結成され、急速に統制を拡張した。こうした革新勢力に行為を寄せていたクリスチャン旧世は1901年総選挙によって下院の左派勢力が大きく伸長したのを機会に、左派勢力による連合内閣の組閣を命じ、義務教育改革や軍事費の削減などに注力した。また産業面では、 アメリカやロシアの低廉な穀物がヨーロッパ市場に反乱したことにより、穀物の輸出によって外貨を獲得していたデンマークは大打撃をこむり、非常な不況に見舞われた。穀物農業従事者たちは相次いで落農業へと転向し、バター、ベーコン、チーズ、練乳などの生産に従事するようになった。この転向は農業教育の普及、共同組合の発達、 イギリスを主とした海外市場の存在などを背景に急速に成長し、デンマークを世界一の農業国へと押し上げた。同時に、イギリス、ドイツなどから石炭や鉄を輸入して工業の育成に努め、著しい発展を見せた。一方、独自の政府を持ちつつも、軍事と外交をスウェーデンに抑えられていたノルウェーでは、 海運業の発達と共に利益を代表する領事を置く必要性が叫ばれるようになった。1885年、1901年と、ノルウェー政府はスウェーデンに対して、独立領事館の設置を要請したがこれが拒否されたため、1905年に首相となったクリスティアン・ミケルセンによって6月7日、内外に対して、同訓連合からの離脱と、 新しい国王をいただくことが宣言された。スウェーデンのオスカル2世は、主戦論に湧く世論を威味して、これを認め、カールスタットの分離協定に両国が調印することで、ノルウェーの正式な独立が実現した。新しいノルウェーの国王として、デンマークの王子カールが選ばれ、同年11月27日、ホーコン7世として即位した。 こうして祝願であった独立を成し遂げたノルウェーは、精神な意気を持って、自国の改革と発展に注力し始めた。スカンディノビア通貨同盟は1873年5月5日に、デンマークとスウェーデンによって結成された通貨同盟であり、通貨を金本位制に対して固定し、互いに額面を投下とした。スウェーデンとの連合化にあったノルウェーは2年後の1875年に、 通貨同盟に参加し、金に対して、デンマークとスウェーデンと同じ水準で通貨を固定した。この通貨同盟は19世紀の政治的、ハンスカンディナビア主義運動の数少ない実体的な結果の一つであった。通貨同盟は固定側世相場であり、金融面で安定性をもたらしたが、加盟国はそれぞれ個別の通貨の発行は続けた。 予見されていたことであるかどうかは別として、その安全性が認識されると、形式上異なったそれぞれの通貨が、実際には法定通貨と同様にこの地域全体で通用するという状況につながった。1914年第一次世界大戦の勃発は、通貨同盟を集結させた。スウェーデンは金本位制を1 9十四年八月二日に放棄し、固定相場は廃止されて、 通貨の自由な流通は終わった。19世紀後半、多くのスカンディナビア人がカナダ、アメリカ合衆国、オーストラリア、アフリカ、ニュージーランドへ移住した。スカンディナビアから他の国への移民のピークは1860年代から1880年代にかけてとされるが、1930年代まで相当数の人口が流出し続けた。移民の大多数は地方出身者で、 より良い農場経営を行える環境と経済的な成功を求めて祖国を後にした。フィンランドやアイスランドからの移民も含めると1850年以降の80年間で3分の1近い人口が流出した。こうした大移動の一因に死亡率の低下による人口増とそれに伴う国内の失業率の上昇があり、スカンディナビアからの移民の総数に占める割合が 最も多かったのはノルウェー。一番少ないのはデンマークだった。1820年から1920年にかけて200万人以上のスカンディナビア人がアメリカ合衆国へ渡った。スウェーデンから100万人、デンマークから30万人、ノルウェーから73万人が渡航し、ノルウェーの人口は1800年の80%近くまで減少した。北アメリカの主な移住先は、 アメリカ合衆国のミネソタ州、アイオワ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州、カナダのサスカチュワン州のプレイリー地帯とオンタリオ州であった。スウェーデンのグスタフ・ゴセイは、デンマーク、ノルウェーと共同して第一次世界大戦に対しての中立を表明した。1914年7月28日、第一次世界大戦が勃発した。 北欧諸国は直ちに中立を表明し、相互の安全のために協調しようとする機運が高まり、ハンスカンディナビア主義が再び台頭した。スウェーデンのグスタフ・ゴセイは、こうした世論をいち早く察知し、同年12月、デンマーク、ノルウェーに働きかけて、マルメにおいて三国国王会議を実施した。特に対戦による貿易の不振は、 各国の経済状況を著しく脅かしたため、これを解消すべく、積極的な相互援助を行うことで合意した。こうした三国間の共同補調の成果もあって、前半期は比較的安定した状況が続いていたが、後半期になると連合国の会場封鎖強化などが影響し、食料事情の悪化が深刻になった。穀物取引の政府経営や主要食料品の 配給制といった対策が取られたが、行き詰まりは隠せず、国内情勢は不安定となった。デンマークは、バージン諸島をアメリカに割上するなどして、財政の急上をしのいでいたが、これに乗じて、アイスランドの独立問題が勃発し、左派勢力を抑え切ることができないまま1918年、アイスランドの独立が承認されるに至っている。また同年、 ロシアの混乱に乗じてフィンランドが独立宣言を行うなど北欧諸国は大きな転換期を迎えることとなった。福祉国家の建設に尽力したスウェーデンのペール・アルビン・ハンソン首相。第一次世界大戦により北欧諸国は大きな打撃をこむったが直接的な戦災は免れたためその復興も迅速であった。 スウェーデンでは短期間に政権が交代する不安定な情勢を迎えたが、1932年に社会民主党が政権についたことで安定をきたした。ペール・アルビン・オンソンは国民の家をスローガンに福祉国家の建設を進め、国民全員を恩恵の対象とした普遍主義的社会保障制度の確立を目指した。デンマークでは1915年に制定した。 改正憲法が1918年になって発行し、男女の普通選挙が実施されるようになった。左派と右派が短期間に入れ替わる混沌とした状態が、しばらく続いたが1929年に、トルワード・スタウニングが政権に就くと、ようやく情勢が安定し、デンマークに繁栄をもたらした。しかし、ノルウェーでは、グンナー・クヌットセン内閣が戦争の終結と同時に、復興に乗り出したが、 労働運動の激化により思うような成果が挙げられずにいた。また、1919年に国民投票で決定した禁酒法の施行に対し、ノルウェーに武道酒やシェリー酒を輸出していたスペインやポルトガルが報復的にノルウェーからの輸入を差し止める事態が引き起こされ、ノルウェーの経済に大きな打撃を与えた。時の首相は、それぞれの手法で、 禁酒法の緩和を試みたがそのことごとく親党に潰され景気の回復はままならない状況に陥っていた。一方ロシア革命に乗じて独立を勝ち取ったフィンランドでは新興国特有の清掃は絶えなかったもののさほど深刻な状況には至らず順調な経済成長を続けた。政府は輸出の増大と食料の自給化を目指した政権運営を実施し、 土地改良と農法改革を積極的に推進して、1930年までに自営農民の数を独立当初と比較して倍化させることに成功した。1920年代末に入り、世界的な不況と不安定な政権から左右量、勢力が伸長し始め、1929年に共産青年同盟が結成されるとこの規制に拍車がかかった。 国内は大きな混乱に見舞われたがペール・スビンヒューが1931年に大統領に就任して以降国民が一致団結して国防の強化と産業の振興に注力できるような舵取りを行いフィンランドの国力は著しく躍進した1935年にスウェーデン、デンマーク、ノルウェーと協定して北欧中立ブロックを形成すると周辺国への 配慮からファシズムはなりを潜め、ようやく正常は安定化した。また、バルト三国を構成する、エストニア、ラトビア、リトアニアも、フィンランドと同じく、ロシア革命を契機に独立を果たした。第一次世界大戦と独立戦争により疲弊した、国土の上に立った独立ではあったが、農地改革を緊急的に実施していくことで、短期間で驚くべき国力の回復を見せた。 しかしながら、正常不安は解消されることのないまま、第二次世界大戦へと巻き込まれていくことになる。ソ連による、フィンランド侵攻。北欧中立ブロックを形成していた、北欧四国は、中立政策を誇示するために、軍拡へと乗り出し、外相会議を密にすることで団結を強めていたが、1938年に、ズデでーテン問題が発生したことにより、ヨーロッパに、 大きな緊張が走った。さらに翌年、ドイツのポーランド侵攻によって、第二次世界大戦が勃発すると、独ソ不可侵条約を締結していたソビエト連邦が、フィンランドとの不可侵条約の破棄を宣言し、進行を開始した。1940年、コペンハーゲンで三国外相会議が設けられ、厳正中立の申し合わせと、対フィンランド援軍派遣の拒絶が決定され、 北欧中立ブロックはあっさりと崩壊してしまうこととなった。フィンランドとソ連の戦力差は明らかで、ソ連の圧倒的優位で戦争は進められたが、イギリスとフランスが大規模な援軍派遣を検討していることが表沙汰となるとソ連は態度を軟化させ、フィンランドとの和平交渉に乗り出した。1940年3月12日、カレリア地方及び、 フィンランド湾諸島の割譲などが盛り込まれたモスクワ講和条約を締結した。バルト諸国占領などによってソ連の勢いが増したことに脅威を感じていたフィンランドはドイツとの関係を深めることで払拭を試みたがバルバロッサ作戦を皮切りとして継続戦争が開始されると周辺諸国に数軸国側として認知され北欧で完全に孤立することとなった。 ホーコン7世とオーラブ王大使、ホーコン7世はナチスドイツの支配に苦しむノルウェー国民の精神的、支柱であった。一方、ドイツとイギリス両国に良質な鉄鋼を輸出していたスウェーデンであったが、イギリスはドイツへの鉄鋼供給を阻止するため、戦災をスカンディナビア半島へ拡大させた。しかしスウェーデンは堅くなに中立を固守した。対してドイツは、 保護占領と称して、コペンハーゲン、オスロ、トロンハイム、ナルビクに進撃し、これらの都市を占領した。圧倒的戦力の前にデンマークはやむなくこの占領を承認したが、ノルウェーはこれを認めず、ドイツに宣戦線して、抗戦状態に入った。しかし、戦力差は歴然で、連合軍はノルウェーから撤退、国王方根7世とノルウェー政府は、 ロンドンへ撤退せざるを得ず、ここにノルウェー亡命政府を立ち上げるに至った。アドルフ・ヒトラーは、ノルウェー作戦の完了を宣言すると、ノルウェー国内にビドクン・クビスリングを主犯とする新政府を立ち上げ、亡命したノルウェー王室と旧政府を正式に否認したことにより、ノルウェーはドイツ軍の占領下に入ったが、しかし、ノルウェー国内ではレジスタンスが結成され、抵抗。 国外では、商船会社のトラシップが、亡命政府を資金面から援助した。その後、ヨーロッパ東部戦線では、ソ連軍が着々と反撃を行い、1944年のノルマンディ上陸作戦により、連合軍が勝利を挙げると、翌年5月6日、ドイツ軍の降伏により占領下にあった国々は、現状を回復した。デンマークとの同軍連合を結成していた。 アイスランドはドイツ軍によるデンマーク占領を機に完全分離独立を決意し、1944年6月17日に共和国としての独立を宣言した。1939年、ポーランド潜水艦がエストニアに避難するという事件があったことを契機にソ連はエストニアに対し、ポーランドに組みしているとの抗議をなした。エストニア政府はソ連との折衝を続けたが、 不平等条約の締結を回避できず、同年9月29日にソ連との間に相互援助条約と通商協定を成立させた。ソ連はラトビアとリトアニアにも同様の条約締結を求め、バルト3国はソ連に対して軍事基地の提供を余儀なくされた。しかし、翌年6月14日、バルト3国の軍事同盟は条約違反であるという口実をつけ、ソ連は 突然リトアニアに対し最後通帳を発しそう後、援助条約の破棄を宣言した。武力的抵抗が無意味であることを悟った、リトアニア政府は、ソ連の要求する新政権樹立途中トン軍の増員を承認し、ソ連の占領下に置かれることとなった。同様の要求は、エストニア、ラトビアに対しても行われ、同年6月17日、バルト三国はすべてソ連占領下へと置かれた。 1941年に独ソ戦争が開始されるとこれら三国はドイツ軍の制圧下に入れられ3年にわたる激しい圧政に耐えねばならなかった。敗戦の色濃くなった1944年にはドイツ軍が東部戦線から交代を開始したためバルト三国は再びソ連へと併合された。敗戦後のフィンランドは連合国管理委員会の監視、干渉の下で パリ平和条約を締結した。また、ソ連との相互友好援助条約締結により、ソ連の強い影響下に置かれることとなり、冷戦期におけるノルディックバランスの一端が形成されることとなった。国内情勢は依然不安定であったが、1950年代には戦後賠償から解放され、復興と工業発展へと進んだ。1961年には、 欧州自由貿易連合へ順加名し、1973年には EC 間の自由貿易協定を締結するに至った。デンマーク、ノルウェー、スウェーデンでは戦後の新しい国際関係において自国の安全保障をいかにして確保するかが大きな課題となった。それまで国税としてきた伝統的な厳正中立の方針は侵略者に対する集団制裁を義務とする。 国際連合への加盟は思想的に相反するものであったが強大な軍事力を持たなかったデンマークとノルウェーではドイツのような一方的な侵略者から身を守る手段として他の選択肢を取り得なかったことから1945年のサンフランシスコ会議にて国際連合への加盟を果たした大戦中は中立を誇示していたスウェーデンでも強行 その姿勢を維持できるとは限らないといった世論が形成され、1946年に国際連合へ加盟した。しかし、戦後処理の問題をめぐりアメリカ、イギリス、フランス、ソ連は外相会議を重ねるたびに対立を深めていくと、北欧諸国は外交政策でもってこうした潮流の外へと身を置こうとした。1947年。 アメリカ国務長官マーシャルによって掲げられたヨーロッパ経済復興の援助計画が発表されると3国は受け入れを表明した。これはデンマークのように経済的事情から受け入れざるを得ないという現実的な問題とソ連、東欧以外の大部分のヨーロッパ諸国が加入姿勢を見せていたことから加入しないことによって北欧諸国がソ連、 東欧ブロックへと組み込まれてしまう恐れがあったためで、ある。1948年、チェコスロバキアで2月政変が起こったことと、ソ連がフィンランドに対して、相互友好援助条約の締結を要求したことで、北欧に緊張が走った。こうした状況を背景にスウェーデンは、非公式に、ノルウェー、デンマークに対して、北欧軍事同盟構想を持ちかけ、北欧三国による、 同盟への結成を試みた。しかし、大戦中の経験や戦略的地位の乖離国防政策の不一致などから調整は難航し、そうした中で、ノルウェー、デンマークに対して西側から、当時準備が進行しつつあった北、大西洋条約機構への加盟勧誘がもたらされた。スウェーデンとデンマークは、北欧軍事同盟構想が検討中であることを、 表明して慎重な態度を示したがノルウェーは同構想は NATO の従属的意味しか持たないとしたため北欧軍事同盟構想は破断となった。1949年4月4日北欧ではノルウェー、デンマーク、アイスランドが NATO に加盟した。直接の戦果を免れたスウェーデンの復興は早くまた福祉国家としてもさらなる発展を遂げた。 1950年代末に入るとターゲー・ランデル政権によって付加年金制度が成立したことにより福祉受益者の範囲拡大が行われた。そして中央集権的な労使交渉システムが確立されると生産性の低い企業、産業が淘汰されていき、経済構造の高度化とともに著しい経済成長が起こった。 スウェーデンは1960年代には一人当たりの GNP が世界で最も高い国の一つに数えられるようになった。常実のように1950年代に入り、北欧諸国では戦後処理を終え、産業の工業化継続と発展に注力していた。合わせて経済に対する管理体制を形成、強化し、高額所得に対する課税や利子率の設定を見直すことにより、 国民の経済的平等が追求された。これにより、工業化促進のための財源確保が可能となり、産業設備の改善や、交通機関の整備、農業の機械化など、経済発展速度は急速に高まった。また、国内産業事情に合わせた選択と集中により、工業化の特化傾向が強まったのも特筆すべき事項であった。 北欧諸国民の生活水準が著しく向上し、新中間層と呼ばれる人々が多くを占めるようになったことで、諸政府の社会政策が一挙に推進され国費の多くを占めるようになった。北欧諸国は1952年に北欧理事会を設立し、その2年後、ノルディックパスポートユニオンを設立した。1972年の国民投票でデンマークは、 北欧で最初の欧州共同体加盟国となった。EEC は1973年には欧州連合 EU になった。スウェーデンは EU に1995年に加盟した。スウェーデンはソビエト連邦の崩壊後他国を挑発することなく EU に加盟が可能となったと考えていた。ノルウェーはシェンゲン協定。 欧州経済領域の加盟国であるが、1972年と1994年の国民投票の結果、現在に至るまで EU 非加盟国である。また、フィンランドを除くスカンディナビア諸国はユーロを導入していない。デンマークスウェーデン両国ではユーロ導入の是非を問う国民投票が行われ、その結果否決された。スカンディナビアの国々は国家間の提携と 多面外交への関心が高いにもかかわらず、ユーロに対する会議心が強い。デンマークは1992年のマーストリヒト条約を否決した。デンマークは共同体の中を混乱させ、統一通貨の提案から撤退することも含め、再交渉が必要となった。ありがとうございます。